どうも、竹よです。ご沙汰しております。えっと、本日は、えー、っと、数日前にですねこう、一般公開に変えました、竹ようカスタムレイアウト 4SRP0.9.3PTB2 について、えー、ご説明をする場にしたいと思います。使い方ですね。はい。 やっていきたいと思います。はいえー、とまずですね、URL、えー、YouTube 動画のお説明欄にダウンロードリンクも貼っておきたいと思います。2つあります。1つが、えー、tky-srp-custom-layout for _ 0 9 3 b t b 2 7 z です。もう1個は 同じなんですけど最後 PTB2 の後ろに option.7z となっているファイルですまず本体のダウンロードから始めますダウンロードしますはいそうですねはいダウンロードしますそうすると、まあ、こういうファイルができます これですね。このファイルが、できます。これを、えっ、ー、と、そのままコンテンツマネージャーに入れるのではなくて、一旦これを解凍します。えっ、ー、と、こですかね。セブンジップがいいと思いますが、ここで展開ってやります。はい、そするとフォルダーが展開されまして、この中見ていただくと、えっ、ー、と、readme と、あと、content ンンっていうフォルダーがあります。まず、 最初にですね、このリードミ、ぜひですね、えー、中身を一通り読んでいただけると大変助かります。こっち、でっかくできるかな ?20 ぐらいにしてみようか。はい。これ読めますかね。はい。これは、そもそもですね、えー、と私が SRP をを面白くししようと思っってていろんなモッドを作ってきましたそのモッドを一個一個ですねご提供してこうやって入れますこうやって入れますってやると、まあ、トラブルも起きやすいですし、えー、と他のですね普通の通常入っている SRP のレイアウトも破壊してしまう可能性があるということで、えー、となるべくですね影響を最小限にだけど、えー、私が作ったものはてんこ盛りにするということを目的に して、えー、行き着いたのがこれです。専用のレイアウトを作り、そこに、エモットを全部詰め込むというやり方にしました。はい。で、今回配布しているものは、えっ、ー、と、SRP0.9.3 p t b 2用です。はい。ご注意ください。えっ、ー、と、SRP の0.9.1では、対応していないです。というところです。それから、えっ、ー、と、レイアウト名ですね。このレイアウト入れると、 首都高リバイバルプロジェクトの PTB の辰巳 PA っていうのがあると思うんですけど、その後ろに竹用カスタムっていう文字がついているレイアウトが新しく登場してきます。で、スタートする、えー、とパーキングエリアはベースいうのがですね、辰巳 PA という設定になっています。で、中に含まれているモッドっていうのは、えー、と電光掲示板、あの行き先とかあの渋滞があと何キロとか、 どこどこまで何分とかって、えー、こう、なんでしょう、空間に表示されているやつですね。あの、電光掲示板。最近ちょっとバージョンアップしまして、えー、っと、今まではね、1個の固定された画像だったんですけれども、2秒に1回切り替わると。2つのこう、画面がですね、切り替わる。リアルの電光掲示板も2秒に1回切り替わるんですけれども、まあ、それをちょっと模した感じで、えー、電光掲示板を切り替わるように改造しました。それです。 あと、飛行機。これは、えー、湾岸線、南に下っていくと、羽田空港から、えー、道に沿ってですね、湾岸線に沿って飛行機が飛んでくるっていうものを作っています。それからソフトコーン。えー、と昔はなかったんですけども、今の首都高では道路が合流するポイントにソフトコーンが並んでいます。えー、と赤と白の棒がこうずる,ず,るずらずらっと並んでいるやつですね、を入れています。それから人。 えっとですね、渡っている橋の上とか、えー、歩道橋の上とか、あと、渋谷の駅前とかですね、あと新宿の駅の中もつけたかな。いろんなところに人です。ただこれ、あの、ペラペラの人が立ってるだけなので、まあ、見た目だけというものになります。はい。それからですね、事故車両と工事車両が2つ入っています。事故車両は2箇所あります。工事は1箇所です。 まあ実際どこにあるかは走ってみて楽しんでください。これですね、えっ、ー、と、ランダムで、えー、表示されます。二分の一の確率でそれぞれ、3つあるんですけど、それぞれが二分の一の確率で登場してきますので、えー、出るときと出ないときがあります。はい。それから、えっ、ー、と、豪華客船。これはですね、えーと、昔、今もうなくなりましたが、昔、春見に、えー、船着き場がありました。えー、そこに、えー、行き来していた豪華客船を模して、 えー、船をですね、その、えっ、ー、と、晴海のところから、えー、レインボーブリッジの下をくぐって、外に、東京湾に出ていくというモッドですね、をつけています。それから、えー、とビルや工場のライトアップ、主に、えー、と湾岸線と横羽線ですけれども、えーと、暗くなっていたビルや工場群の部分が、いや、こんなに暗いはずはないというふうに思いまして、えー、勝手に明るくしましたっていう。 ットですはい、それからあー、まあ、独自に修正したスキン、これはまあ、えっ、ー、とですね、えー、キリンの工場だったりとか、えー、横浜の総合の看板とかですねあの、ちょっと気になったところのスキンを、えー、修正したものになります。それから、オービス発光これですね、えっ、ー、と、オービスってあの速度を検知して、えー、カメラでですね、撮っていて、捕まりそうになるとピカッと光るやつですね。 はい、あれですが、あれ、オンラインのサーバーだと、えっ、ー、と、光るときあると思います。えっ、ー、と、パトレオンの、あの、有料の、えー、アセットサーバーだと、まあ、そういう機能がついてるんですけど、あのー、それではなくて、オフラインで走っているときでも、えー、その赤い光るところを再現した。あの、写真とかは撮れないんですけども、光るということだけがあ再現されたボットになっています。それから、ヘリコプターが2箇所。 に飛んでいますスタートした最初のタ巳ミパーキングエリアですぐにですね、1個飛んでくるので、えー、分かると思います。それから、いっぱいあります、えー。大黒パーキングエリアを追加していますが、これはちょっとかなりイレギュラーな処理をしています。で、えー、と今現在、えー、SRP、首都リバイバルプロジェクトでは、大黒 PA の構築、作成が進んでいます。 それが完成するまでの間のつなぎでございますので、えー、あくまでつなぎでございますので、えー、とそちらができ次第、ここからは削除しようと思っていますが、今のところお、まあ、遊びようとして追加してあります。はい、それから臨海線、これはですね、えっ、ー、と、えー、辰巳 PA からスタートして、湾、え、岸、ー、線に走るとすぐ左側ですね、えー、に臨海線が走っています。その 電車自体を追加してあります、はい、それから飛行船。こちらは、えっ、ー、と、まあ、大黒パーキングエリアのあたりですね。えっ、ー、と、横浜ベイブリッジのあたりを、えー、旋回するように飛んでいる飛行船というものを追加しています。はい。それから、大師の料金所のアニメーション。これは、えー、大師料金所って、えっ、ー、とですね。 これ横羽線を東京から横浜方面に向かって走ると,、えー、と羽田空港の次ぐらいですかね羽田の次ぐらいに大師っていう料金所がありますでそこの料金所のゲートですねが、えー、と時間によってオープンしたりクローズしたりするようになっています一番右の2つだけは、えー、と常にオープンですが左側のゲートが時間によって開いたり閉まったりするっていうものが追加されています それから、港未来のビル群。これは、えー、走ってみればわかりますが、港未来が、えー、とビルが少なすぎてスッカスカなので、えー、とこちら、ちょっとですね、えー、プラトゥですね、高校省さんが作られているプラットのプロジェクトからデータをお借りして、港未来のビル群を追加しています。はい。で、最後に東京スカイツリーですね。こちらは、えーと、東京スカイツリーの元ネタを作られている元があります。こちらです。URL。 でえー、とこれをちょっと改変しまして、えーとまあ、追加しやすくしたです、ね、エクステンションの機能だけで追加できるようにしたものを作ってい,ていたんですが、えー、これ、製作者様の許可が今回、えー、いただけまして、改変版の二次配布を、えー、してもいいよというご許可をいただきましたので、今回入れて、えー、一般公開することとなりましたと、することができるようになりましたということでございます。製、えー、作者様、ありがとうございます。 ですが、えっと、まあ私からの二次配布は許可いただいてますが、そこから先の三次配布を許可いただいているわけではありませんので、えー、このですね、元自体含め、第三者への提供とか、一般向けの、まあ、その方のまた次の公開ですね、というのは禁止とさせていただいています。はい。というところで、これらの機能がついているというもので、あと導入の仕方とかですね、えー、下に書いてあります。あと、英語のイグリ一番版、あれ、なかった。 ごめんなさい、ね。英語版ついてないですね。翻訳してみてください。はい。ということで、えっ、ー、と、まず、早速行ってみたいと思います。このですね、コンテンツフォルダを開いていくと、こう、トラックス、えト、ー、首都高リバイバルプロジェクト、ベータ、PTB ですね。で、こ,この中にこうファイルがドーンと入っております。で、どっからコピーしてもいいんですけど、まあ、このコピー、 あのもちろん SRP の 0.9.3PTB2 p がインストールされている前提です。それは必ず最初にやっておいてください。その上で、このコンテンツフォルダーを、これですね。はい。まあ、これ Steam の、私の場合ですけども、えっ、ー、と、Steam のルートはここです。えー、SteamApps Common の、まあ、アセットコルーサー。これ直下にですね、ファイルがいっぱい並んでいます。ここにコンテンツっていうフォルダーがありますが、ここへこれをコピーしていきます。 コピーはい。で、えー、ファイルを置き換えていきます。はい、ね。はい。これだけです。そして、えー、っとですね。そうすると、コンテンツの、えー、っと、トラックスの、えー、っと、BTB の、 ここにですね、このたつみ、タツミ PA 竹用カスタムっていうフォルダが追加されているかと思います。あと、下に、ここですね、えー、竹用なんちゃらって書いてあるファイルがいっぱい追加されていると思います。はい。で、あと、追加されているここにですね、これです。モデル、 タクミ PA。これが、えっ、ー、と、レイアウトを作っています。開いてみると、上が、えっ、ー、と、タツミ PA のモデルの読み込みなんですけれども、えっ、ー、と、さらにですね、この辺から下ですね、全部、はい、今回私が新しく作った、あ、付け足した元が一気に読み込まれるようになっています。はい、これ、説明は以上です。で、使い方は、まず、 えどれだはい。コンテンツマネージャーを起動します。はい。そしてですね、ちょっと車変えますね。で、えー、っと、PTB2 選ぶとこ、こちらが通常のですね、えー、っと 0.9.3PTB の辰巳パーキングエリアのレイアウトです。その隣に、 これですね。竹用カスタムレイアウト 4SRP0.9.3PTB2 っていう、この新しいレイアウトができますので、これを選んでください。はい。で、い、そしたらですね、ここにスキンの設定ができるんですけども、一番上にある、これですね。これ、竹用カスタムって書いてある、これですね。ここにチェックをつけてください。はい。これ、 がカススタムスキルの適用になります、はい、以上かな。あとは、えー、と特にないです。で、このまま GO します。はい。で、えー、と私のですね、えー、カスタムレイアウトがどういう作りになっているのかを簡単にご説明しておきたいと思います。 例えば、えっと、この元はいいけど、この元はいらないとかいう人もいると思いますので、そんな時にどうすればいいかも含めてのご案内になります。まず、うも、あの、レイヤーですね。カスタムレイアウトに限定します。カスタムレイアウトは、さっきのモデル、えー、つ、たつみパーキングの、わたけようカスタム .ini ですね。 が読み込む KN5 の設定をしています。で、さっきも申し上げた通り、えー、ここ11番は、ここコメントアウトしているのは、これはあのバリアですね。壁を取っ払うための、で、読まないようにしています。はい。で、この辺からです。例えば、SRP 大国って書いてあるのは、大黒パーキングエリアの部分のモッ d ですね。を読み込んでいるとか、港未来のビル群とか、東京スカイツリーですね。から、えっ、ー、と、さっき言った電光掲示板。 それから飛行機、ソフトコーン、から人。人はね、3つあるんですね。3つあります。で、あと、この辺が事故車1、事故車2。で、これアクシデントって書いてありますけど、これは工事車両ですね。えっ、ー、と、のこの3つがあります。それから、これが豪華客船、船。さっきの船ですね。であと、ヘリコプターのモッド。それから、臨海線の電車。それから、えっと、飛行船ですね。 で、最後が、あの、大四のトールゲートのアプリ、トールゲート、料金上の、えー、アニメーション。っていうふうにですね、追加する系の5がそれぞれあります。ですので、いらないものについてはですね、この頭に、さっきのこれと一緒ですけど、このセミコロンをですね、そう、4行ごと。例えば、えっ、ー、と、この港未来はいらないや、っていうことであれば、こうやって、セミコロンを4つ足すってやっていただくと、読み込まなくなります。はい。 あのゲームの負荷が上がるから嫌だとか、まあ、そういったときのようになります。で、チェックを外したものに対してですね、これらを制御しているプログラムもありますので、それについても触れますと、今読み込んだ KN5 ですね、のそれぞれを制御するのは、えー、この辰、タツミ PA 竹用カスタムの中にあるエクステンションっていうフォルダーになります。同じエクステンションっていう名前があるんで気をつけてください。あの 本体の直下じゃなくてですね、竹、え、用、ー、カスタムのレイアウトフォルダの下にあるエクステンションです、はい。ここの中にあるエクステンションコンフィグっていうファイルを見ていただくと、ちょっとノコにこ書いてありますけれども、これが、えっ、ー、と、オ v i ですね。オービスの赤く光るやつです。あ、ちなみにこれ、えっ、ー、と、オンライン、オンラインサーバーで走ったときには光らないように仕様になっています。はい。 で、ここから下ですね。えっと、ここにいっぱい並んでいます。で、今、これ上に行コメントアウトしたんですけど、これと同じようにですね、さっき外したの、例えば、みなとみらいはいらないやとっていうことであれば、みなとみらいって書いてある、この、インクルド行をこうコメントアウトする。こんな感じでね、えっと、やって、さっきの KN5 も外して、このイニットファイルの設定も外すと、もうみなとみらいの元は完全に動かなくなります。 他も同じです。えっ、ー、と、電車は動かしたくないとか、ヘリコプターもいらないやとか、止めたいときはですね、その、先ほどの KN5 と、あとこっちの i ニットファイルですね、同じ名前になってますので、これを、えー、の include す消すなり、コメントアウトするなりしていただくと、それ動かなくなりますということに。 な,りますまあ、なるべくあんまりぐちゃぐちゃいじると壊れるかもしれませんのでなるべくそのまま使っていただく方が安全かなとは思いますがどうしても例えばゲームの負荷の都合ですねご自身のマシンの都合とかでこれを外したいっていうのがあれば、えー、そういうふうにすることで一部のモッドを無効化することが可能になっていますはいこれは注意書きというか、まあ、追加事項ということでございましたはいでこれ一旦終了します はい。ただですね、この状態ですと、えー、っと、他の、例えば、こうですね、大師とか、平和島とか、ですね、代々木とか、他にいっぱいレイアウトを標準で装備されていると思います。で、ここで、えー、っと、さっきの元も、例えば、えーっと、電光掲示板の機能とかね、飛行機が飛んでくるとかいうのは、このカスタムレイアウトだけじゃなくて、 他のレイアウトでも表示させたいなってもし思われる方がいらっしゃる場合の話になります。それが先ほどもう一個のファイルと言っている、えー、オプションというファイルが必要になってまいります。まずえさっきのカスタムレイアウト本体のインストールがされていることが前提になります。はい。それがインストールされている上で、えっ、ー、と、こちらですね。こちらのファイルをまずダウンロードします。 はい。します。そうすると、<laughs> はい、ここに、オプションっていう、これですね。はい。オプションっていうのがついている 7zip ファイルが降りてえダウンロードしてくるので、これを解凍します。はい。そうすると、ここにもですね、readme って入ってます。ここも見ていただければと思います。はい。さっきは 先ほども言いましたが、本体のカスタムレイアウトのレイアウトがですね、追加されている前提ということになります。はい。で、えー、と使い方はですね、えー、とまずこの TKY カスタムって書いてある。これを、えっ、ー、とですね、こっちで、えっ、ー、と、首都高リバイバルプロジェクトベータ PTB ですね。 えー、0.9.3ptb2 の、えー、トラックのルートフォルダーのこのエクステンションっていうところに、あ、すみません。もうすでに追加されちゃってる。一回消しておきます。はい。ここに、これですね。はい。本体の直下にあるエクステンションですね。このフォルダーの中に、この tk-custom っていうフォルダーをこうコピーします。はい。これですね。で、あと、 ここの直下にある ext-config-ini っていうところの一番最初にですね、ここに、こういうふうに include、include tky-underbar custom スラッシュ tky-underbar mod.ini これさっきの readme にも一応書いてありますので、これですね。これをこう,こうやってコピーして、ここにこうペッて貼るっていう。はい。これだけで。 有意です、はいでまあえー、と使い方としては以上なんですけど、ちょっと注意点があります,、えーとですね。設定のここですね、エクステンションのジェネラルパッチセッティングの中にあるんですけど、これですね、CPU オプティマイゼーション、CPU の負荷を軽減させるためのオプションが追加されています。 で、ここで、えっと、SRP の 0.9.3PTB2 では、このチャンクスオプティマイゼーションをアドバンストに設定することを推奨しています。はい。なので、このアドバンストっていうのを設定されている方いると思うんですけれども、さっきのこれ、えっ、ー、と、オプションのですね、このイニットを EXT のここに、ここに一行足しましたが、これを足した状態でこれを起動してしまうとですね、 画面がおかしなことになります。ちょっと試してやってみます。はい。起動しました。わかりますでしょうかね。こう、なんか、走ってもいないのに、ものすごい高速で駆け抜けてるかのような、はい、描画になってしまうのがわかると思います。これですね、あの、モッドの追加を、まあ、ある方法ですね。モデルリプレイスメントっていうセクションなんですが、で、 追加しした場合ににさっっきのアドバンスド設定だとと正しく描画が行えなないいいう状態になっていますこれは CSP の今現在のバグなのか、それ使仕様なのか、ちょっと分からないんですけど、このままだと走れません。ですので、えっと、さっきのですね、インクルードのものを追加して、他のレイアウトでも走りたいぞーっていう場合はですね、うんと、例えば渋谷にしてみましょうか。パーキングで選びますが、ここのさっきの設定、 設定をですね、このアドバンストをベーシックですね。ベーシックに書いてもらって、えー、スタートすると、さっきのようなモヤモヤな風にはならないということになります。ちょっと試しに起動してみますね。こうですね。あの、さっきみたいなこうブレブレなような表示はされなくなりますが、この今後ろに人が見えていると思いますが、こういう 人とかですね、あと船とかですね。今船が動いてると思うんですけどこういうモッドですね。えー、と通常のレイアウトでも、えー、と全てでは無,理な全ては無理なんですけれども一部のモッドについては標準のレイアウトにもこうよう,うに表示されるように、えー、なると。 というものがこのオプションの機能でなっています。飛行機の音も聞こえますね。はい。という使い方になります。これのいいところは、あのー、SRP の本体ですね、の設定、配布されているファイルを一切触っていないと。必要なファイルを追加していますけれども、えー、と変更したのはさっきの ext-config に1行足しただけ。 ということなので、極力、えー、SRP 本体をに手を加えることなく、えー、いろんなモッドを楽しんでいただけるようにするためのものとなります。こちらですね、えーと、例えばオンラインサーバーであってもですね、えー、問題なく使うことができると思いますので、えー、試してみていただければと思います。カスタ,ムレイあのタケヨーのカスタムレイアウトは、えー サーバーで利用してるのは多分私のサーバーだけだと思いますので、えー、とそこはあとオフラインで自由に走っていただければと思います。はい、ということで、えー、今回のカスタムレイアウトのご説明をしてきましたけれど,どもいかがですかねちょっとやってみようかなと思っていただけたら、えー、幸いです。ちょっといくつか条件があったりとか、えー、できること やるためにこれを設定してくださいとかいうこともあったかと思いますので、えー、リードミの方よく見ていただいて、お間違いのないようにやっていただけたらなと、楽しんでいただけたらなと思います。まあ、今後なうん、あんまりまだアイディアがないんですけど、なんか面白いものが追加できそうであれば、また作って、順次追加していきたいなと思っています。はい。じゃあ、 今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それじゃ、バイバイ。